今私はちょっと混乱しております。さあ戦いを始めよう。ポケモンカードゲーム最新作クリムゾンフェイズ、ベイシアバーサスドンキー。今回こそドンキーに花束を、イエーイ。どうもスタッフのです。さあまたやってきました、ポケモンカード開封動画。さあ今回はクリムゾンフェイズ、ガチグマ暁の姿、そしていろんなカードを収録される中、月光画が欲しい。マジで SAR とかじゃなくて、もう月光画デッキを作りたいから、ダブル R の月光画出てこいっていうことを願いつつ、ね、ここ最近ずっとベイシアで、やら SR、SAR とバン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 出てくる中、ドンキーだけがなんか、あれっていう感じになってきた最近この頃。今日こそはって、ドンキーに花を持たしてみたいと勝手に私がライバル視してるだけです。いやー、どうなんでしょうね。もうここ最近のベイシアの勝率は高すぎるよ。そろそろ、狂うか。そろそろ、ドンキーに花束を切るか。そして、セブンイレブンで7パック買いました。もう、むちゃくちゃだ。というわけで、今回は、ベイシア VS ドンキー、おまけ、セブンイレブンとなります。でも、このおまけを、先に消費したいと思います。もう、むちゃくちゃです。セブンで7パック、厳密には、あちこちのセブンで、たまたま言ったセブンで、計7パックになりました。なので、本当にどうなるかはわかりません。でも、もう今回マジで思う。月光が EX の WR、マジで出てきてほしい。はい、それでは、まずは前哨戦、セブンイレブン部門7パックです。セブンだけに7パックです。さあ、出てこい、月光が EX WR。行くぞ、セブン、イレブン、イキブ、うん。か、ってやるじゃないか。なんだ。なんか、くっついてんな。ガチグマ EX! いきなりかよ。いきなりガチグマかい。なんか、表紙だけどさ。いきなりかい。だから、これの月光画が欲しいんです。さあ、というわけで、行きましょう。セブンイレブン、イキブン、まあ、ガチグマも強いんだけどね。なんか光ってる。サンダー、よいしょ。行きましょう。はい、セブンイレブン、イキブン。おい、ピンクだぞ、ピンクだぞ。エースカードか。管理人。ハイパーアロマ。これは、なんだ、実は知らない。自分の山札1進化ポケモン3枚まで相手に手札に加えて山札を切る。なんや、強えじゃん。そういえばエースカードチェックしてなかったら、月光画ばっかりチェックしてて。はい、では行きましょう、セブンイレブン、エキブン。お、ケロマツだ。で、光ってるのはないね。ケロマツさん、いいね。いきますよ。はい、セブン、イレブン、イーキブン。お、イーブイ。なんか光ってる。インルー。お、スイレンのお世話も来ましたね。あと2パックです。はい、では、セブン、イレブン、イーキブン。おー、イーブイの AR! かわいい。うわー、かわいいの出たー、やったー。月光川。あ、なんか、切れ端が。じゃあ行きます。セブン、イレブン、イキブン。これは光ってないな。はい。というわけで、あ、なんか、あれ?セブンでなんか、もうなんかセブンでなんか偉いことになってるような気がするんですが、大丈夫かな?いや、これはあくまで前哨戦です。こっから本戦です。もちろん次は、
ベイシアだ。ベイシア行きましょう。ベイシア。さて、スイセブンからね、ガチグマやS カード、ハイパーアロア、そして EVAR が出るっていう状況だか。さあ、本命はドンキなんだけど、でも本命って言いたくなるベイシア。なんかここの上だけシール貼られてさ、あとシール貼られてないんだよね。なんか知らんけど。さあ、今までベイシアは SR や SAR とかいろいろ出てきたけども、今回も花持つのか、ベイシア。ドンキに花持たせてくれるのか、どうなる。では行きます。ベイシア1パック目、ベイシアー。おー、何もなかった。でもベイシアの2パック目っていうのもまだ怖い。はい、それでは行きます。はい、ベイシアー。おー、翡翠ガーリーの AR、 これセットなんだよね確か。それでは行きます。はい、ベイシアー。なんかが光ってるなーん、叫ぶ尻尾。なんかかつて欲しかったな、叫ぶ尻尾。いやー、そっちかー。はい、では行きますよ。はい、ベイシアー。おー、何もない。よいしょ。はい、行きます。はい、ベイシアはい、行きます。はい、ベイシアなんかが光った豪華ザル。ラブラブボール。自分の山札か相手のバドボが同じポケモンの1枚相手見て1枚札に加える。そして山札を切る。新しいボールですね。これは勝つくんデッキ合えばいい話なんだけどね。はい、じゃあいきます。はい、ベイシアー。何にもないやつですね。なんで今カードいるかな。さあ3パックです。お、今回はドンキ花も出してくれるかも。はい、ベイシアー。おお、すごい。ベイシアからほぼ当たりがない。これは奇跡なのか。はい、行きます。はい、ベイシアー。なんか光ってますね、でも。きたー、月光が EX! よっしゃー、よっしゃー、一手間欲しいカードきたー、やったー。喜ぶとはなんか違うかもしんないけど、これが欲しかったの。え、これ強くない？やっぱ。一レベルで忍びの刃って170点パンチで、のどぶら、やばぐらから持ってくれってすごくね？これこれこれ欲しかったの。じゃあラスト1バックです。はい。ベイシアー。おー、ピンクだー、ピンクだー。あ、また知らない。Sカードが来ました。なんだこれ。え？サバイブギス。このカードが付けているポケモンの AT は満タンの状態で相手のポケモンが渡ダメージを受けて起動するとき、このポケモンが起動すると残り AT が10の状態で場に残る。そのカードをトラッシュする。おぉ。新しい S カードが来ましたー。はい。SR 以上は出ませんでしたが、私が一番欲しいんだっていうカードがベイシアから出ました。よし、一枚ゲット。月光が EX。 これが欲しかったんです。さあ、ということは SR かドンキにあるかないか。いや、もうどうなんだろうこれ。というわけで、ではドンキ編いきます。さあ、いよいよドンキ部門なんですが、今私はちょっと混乱しております。いつもだったら10パック勝負で、だって今回7パック勝負ってやったんですけど、ちょっとこれからドンキやるんですけど、ちょっと見てください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
11パック？あれ？ちょっと待って。これどっかでカウントミスったか？でも、あれ？って言いましょう。もしかしたら、ドン、セブンか、ベイキャー数え間違えしたかもしれませんが、あれはなんか1パック多い。あれ？っていう今状況でございます。まあ、とりあえず、11パックってことで。え、あれ？おかしいなって。ちょっと混乱が起きております。うん、わからん。なんで？まあ、とりあえず、よくわかんない謎1パックありますが、ドンキ11パックっていうことでいきましょう。さあ、というわけで、では行きましょう。はい、ドンキホーテー。はい、サンダーです。さあ、出るのか。SR 以上、あるいは月光がいくつ。はい、ドンキホーテー。肌を持たせてくれ。ない。はい、行きます。ドンキホーテー。あれ、開かない。失礼。ちゃんと開いてない。よっ。大変失礼いたしました。行きます。ドンキホーテー。なんかここ、こっ。ラブトロスの AR! 今回 AR 良質かな？マジで。おぉ、びっくりした。ラブトロスの AR でした。はい、では行きます。ドンキーホー。あれ？また開かない。なんで？やめろって言ってた、これ。ドンキーホーテー。はい、ない。はい、では行きます。はい、ドンキホーテー。おー、ないです。どうなるんだ、これ、本当に。あれ、また開かない、これ。ドンキ開けづらいぞ。どういうことだ？じゃあ、いきます。ドンキホーテー。おー、なんだ、盛り上がるな。では行きます。ドンキホーテー。何もない。ドンキ、どうした？お前の力はそんな程度か。行きます。ドンキホーテー。おー、何もない。何もないです。行きます。ドンキホーテー。なんか光ってます。リンドゥです。あと2パック。いきます。ドンキホーテー。なんか光ってる。ヒスイウィンディ。ポケモン入れ替え。ラスト！ドンキホーテー。マグカルゴ EX！ ドンキー！はい。というわけで、もはや、言わずもがなレベルで、ベイシアとセブンの大勝利ですね。SR は出なかったんですけども、EVAR と、ホチカと月光が EX、さらに S カード2枚ゲットしましたと。どういうことや、もうドンキードンキー頑張ってマグカルゴ EX だけかよーこれだけかよーおいラブドロス AR もあとか、もう。というわけで、次回、またポケモンカード開封動画でお会いしましょう。バイバーイ。